とは、航空機で、攻撃目標の手前に爆弾を投下し、爆弾を水面低く跳ねさせて目標に撃突させる、爆撃法。スキップボミングの日本海軍における和訳で、日本陸軍では飛べ被爆撃と訳された。半長爆弾による、爆撃アメリカ陸軍航空軍の開発した、方式では、爆撃機は、海面高度約60から75メートルを、 約370時速 460km で水平飛行して目標艦船の速報から接近し約180から 90m の距離で5秒の遅延進間を取り付けた2から4発の 225kg 通常爆弾または 450kg 通常爆弾を投下する。投下された爆弾は水面上を水切り石と同じ容量で反調し 目標船舶の喫水船かまたは船体上部に命中し起爆する。どちらの場合でも目標に有効に損害を与えることができる。特に水中での爆発は感染に対して大きなダメージを与えることができた。反長爆撃は急降下爆撃機や魚雷を積んだ雷撃機のような特別の機材を用いなくても感染に対して 効果的な打撃を与えることができた。イギリス空軍では専用の班調爆弾も開発された。しかし、班調爆撃は、時折海面での班調時に爆弾が起爆してしまう、あるいは班調せずに沈んでしまうなどの欠点はあった。また、目標に向かって直線的に接近し、そのまま低空で飛び越えるという攻撃方法のため、 対空砲による反撃を受ける危険性も高かった。アメリカ陸軍航空軍の場合、B-17、B-25、A-20 など様々な種類の爆撃機が反調爆撃に使用された。爆撃時には攻撃目標に極めて接近しなければならず激しい対空砲火を受けるので、対空火器を制圧するために機種に基準を集中装備させたり、 ブリストルボーファイターのような銃戦闘機による事前制圧を行ったりした。最初に反長爆撃を実戦に投入した人物はイタリア空軍第97飛行大隊指揮官ジュゼッペーチェンに少佐とされる。イタリア空軍はドイツから18、7ス通過、急降下爆撃機を輸入して装備していたが、絶対数が不足しており、地中海を航行する。 連合国軍艦艇に少数機で攻撃を行い、効率的に損害を与えねばならなかった。そこで、チェンには爆弾を飛べ被させる方法を考案し、1941年4月4日、ギリシア北西岸オキオニア諸島、ケルキラ島でルティニコ湾に停泊していた、ギリシア海軍輸送船、ササナ20-87の操縦艦を自ら、握って、スキップボミングを、 実施、動戦を撃沈した。チェンニと部下達は急降下爆撃と飛べ被爆撃を組み合わせることで連合国軍船舶に損害を与え続け、4月21日にはギレシャ鬼戦イワナを半長爆撃で撃沈した。これに対して一般的な説明では、 アメリカ陸軍航空軍のウィリアム・ベン・少佐率いる南西太平洋区第5空軍第43爆撃隊63戦隊が開発したと言われる。正確には1942年にフロリダの射撃実験場でサージェント・ハフ大佐による研究が行われこれを実戦に移したのがベン・少佐であった。アメリカ陸軍航空軍による反長爆撃は ニューブリテン島のラバウル基地周辺で最初に実施された。第五空軍は日本の船舶に対し B-25 を使用して反長爆撃を実施した。攻撃成果は非常に効果的であると判明した。この爆撃方法の最大の戦果は1943年の3月2から3日に発生したニューギニア方面でのビスマルク海海戦で、 日本軍の輸送船団はこの戦いで壊滅した。この際には重武装のオーストラリア空軍のボーファイターが護衛につき、日本軍の対空砲火に対抗していた。ほぼ同時期に、イギリスでも類似のアイディアが考案され、イギリス空軍でも反調爆撃が実施された。1942年4月にバーンズ・ウォリス博士が考案したもので、 専用の反長爆弾も開発した。1943年5月に、ナチスドイツの水力発電用大型ダムに対して使用された。敵が実施していたスキップボミングと呼ばれるこの攻撃方法が日本に伝わると、1944年頃から日本海軍の海軍航空技術省で反長爆撃の実験が始まった。小福田テル文少佐が担当していた。 実験は霊式環状戦闘機、新型の総発爆撃機銀河を使用していた。銀河の実験中、神奈川県栗浜沖で 250kg 爆弾を投下したが、反調した爆弾が尾翼を直撃、銀河は墜落して搭乗員3名が殉職した。その後、爆走した霊式環状戦闘機などによる訓練が実施されたが、明確な戦果はほとんど記録に残っていない。 例えば、爆撃隊出身者も赴任して、班長爆撃用として整備中だった第201海軍航空隊は、冷凍機械戦前のダバオゴ法事件で空襲を浴びて、壊滅状態となった。その後、201空の残存戦力からは、日本海軍最初の特別攻撃隊が編成され、その一つ、四季島隊の指揮官には、本来は、 艦長爆撃の指揮官要員として派遣された、関幸雄隊が着任することとなる。日本陸軍でも飛べ飛爆撃の名で導入をしたが、大きな戦果を上げることはできなかった。例えば、0ーテ沖海戦中の1944年10月24日、飛行第3戦隊所属の99式総発刑、爆撃機22機が飛べ飛爆撃を行うために、出撃したが、 故障などで脱落した木を除き、途中で敵戦闘機に捕捉されて、目標到達前に全滅した。飛べ被爆撃の第一人者とされた岩本マス新隊は、陸軍最初の特別攻撃隊であるバンダ隊の指揮官として戦死した。ありがとうございます。